丸谷秋夫は、日本の吹奏楽指揮者。大阪府立与道川高科高等学校名誉教諭、吹奏楽部顧問、大阪音楽大学客員教授、一般社団法人全日本吹奏楽連盟、元理事長。愛称は丸ちゃん。1945年9月5日に、滋賀県に生まれる。中学生の時に吹奏楽を始める。工業高等学校を卒業後、 1964年に実習助手として大阪府立与動画工業高等学校に赴任し、同校吹奏楽部を指導しながら大阪工業大学に通う。教員免許を取得後、電気科の授業を担当。1974年に初めて全日本吹奏楽コンクール全国大会に出場。1975年に金賞受賞。2021年12月現在、 全日本水奏学コンクール高校の部に41回出場、そのうち32回金賞を獲得しており、いずれも全国最多を記録している。その活躍により、2014年に大阪文化賞を受賞した。2011年1月1日に大阪府立与道川高科高等学校より名誉教諭の称号を与えられる。2013年5月24日に、 一般社団法人全日本水奏楽連盟副理事長から理事長となる。2021年5月の定時総会をもって4期8年務めた理事長を退任した。2014年4月に大阪音楽大学特任教授から客員教授となる。ありがとうございます。